お、見えてきた、見えてきた。白い砂浜。青い海。ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。石垣島編第2話お届けします。現在地は石垣島鍾乳洞の入り口前です。今回石垣島で何をするかっていうことなんですけども、ミシュラングリーンガイドで三つ星を取ったと言われている美しい海、カビラ湾。こちらに足を運んで、カビラマリンサービスさんという会社さんあるんですけども、そのカビラマリンサービスさんのグラスボートに乗って、カビラ湾の美しい自然を心ゆくまで楽しもうと思っております。ぜひ一緒に楽しんでいただければ幸いです。じゃあ早速 50cc のバイクに乗って、カビラ湾に行きましょう。それじゃあ出発します。リアルマングローブ初めて見たかも。カビラ湾まであと8キロです。あともう少しでカビラ湾着きます。結構時間かかったな。間違えちゃったみたいです。もう一個グラスボートを運営している会社さんあったみたいで、そっちに行っちゃったみたいです。
がありましたけど、石垣島鍾乳洞から田平湾までのバイクツーリング楽しんでもらえたらいいなと思います。すいません、ここにカビラマリンサービスさんであったんで、ここでした。カビラ湾まで頑張ってくれた 50cc バイクにはここで休んでもらって、どうぞ移動しましょう。カビラマリンサービスさん、ここでした。あ、俺ヘルメットそのままだ。14時半の船に乗ります。さっき間違えて別のグラスボートの会社さん、グルリンさん紹介しちゃったんですけど、値段は変わんないんですけど、ジャランっていう宿の予約サイトご存知だと思うんですけど、実はそのジャランレジャー用にもチケット予約できるサービスもされてて、でそのジャランで予約したら、この1200円のグラスボートの乗船券が850円になったんです。石垣島でのこのグラスボート体験に必ず役立つはずですから、ぜひ覚えておいてください。ということで海に行きましょう。七色に変わる田平湾、一度見てみたい。どんな海なのか楽しみ楽しみで、今回撮影に関してはこんな感じでやります。重いです。めっちゃ重い。でも人に迷惑をかけたくないんですよ、僕は。だからこれで撮影します今回は。あ、目の前にいい感じの海が見えてきた。ちょっと左手が重いけど、お、見えてきた見えてきた。これよ、まさにこれよ、白い砂浜、青い海。やばいでしょこれ。これがミシュランが三つ星つけた海か。素敵すぎるでしょこれ。ちょっとカメラが傾いちゃったけど、いやー、いい海だこれ。そうか、マリンサービスさんあっちか。マリンサービスさんの船はあっちでした。あ、やばい、帽子が飛びそうになった。乗船時間になりました。そろそろ乗り込みたいと思います。着物だから下手こくとセッタが飛んでいく。失礼いたします。船はそんなに広くはないです。お、生き物かと思った。ただの気泡やった。スタゲルラックお待たせいたしました。出航の準備が整いましたので早速ですが出航します。ちょっと、これやばい、これやばいよ。これやばくね？海が近すぎる。それではですね、サンゴがたくさん見えるポイントを目指してしばらく移動します。道中、テラス越しに海の中、また外の光景にはもうありますけれども、無人島も見えております。こちらも合わせてお楽しみください。それではですね、そろそろ船のスピードをゆっくりにしていき、まずはいくつかのサンゴの紹介から始めていきたいと思います。ほんまや、サンゴが見えるようになります。どれぐらいサンゴが近寄ってくるのか、こんな感じでサンゴが近寄ってきます。最初ではご覧台からご案内していきましょう。魚たちももちろんいるんですけれども、まずはやっぱりサンゴの案内からですよね。どちらかというとたくさんの種類のポイントになっております。さすがに全部のサンゴっていうのは紹介しきれませんけれども、まずは申し上げてみたいと思います。数が多いからもしかしたら早口言葉のように聞こえちゃうかもしれないんですけれど、聞いていただきたいと思います。ざっと申し上げていきますよ。アザコムの教員様の強めないし低めにしていますここの力さんもないのさんもいめ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 いのさんもがここにありますけど、分かった今分かんないですよね。なんせたくさんあるっていうことです。抜粋して目立つサンゴだけご紹介します。ちょっと見えてたんですけど、赤い肌のデッコみたいなやつですね。もう一
ソバラと呼ばれるサンゴです。とても変わっているサンゴで、赤いところが休憩中、そして白いところは食事中、これはなんと色が変わってしまうっていうサンゴ。だから今こんなサンゴがあったんですね。ここはちっちゃい魚の割合多いです。水色ちっちゃい魚は出ます進めない、黄色いちっちゃい魚は出ない進めない。なので魚がもしいなかったらまるで森の中のような光景。もちろんこちら海の中、全世界 1% の海にしか生息していない貴重なサンゴたちをご覧いただいております。さあ、それではね、ポイントを変えていきながらご案内続きをしていきたいと思います。今度は沖の方まで行ってみましょう。あ、ちょっと待って、何これ、そこの群れだ。なんだこれ、ノコギリダイがいましたね、このところに。お尻に黄色い点がついている魚で結構たくさんいます。ノコギリダイの群れですね、これね。エンジンついてるから逃げちゃうんですけどね。ノコギリダイの群れがいましたね。さあ、それじゃあね、次のポイント移動していきましょう。ここから神楽湾の水路と呼ばれるサンゴの少ない道を通って移動していきます。言い忘れてました、グラスボート。ボート自体はこんな感じでポイントに到着するとのんびりと進んでいくんですけれども、レアな現象、例えば産卵の光景とか求愛の様子、こういったのが時折ガラス台をスッと通り過ぎること。ガラスってこれで6枚、自分の前以外にもガラスがついてますので集中してご覧いただけたらと思います。一番有名な形になってくると思います。こちらのサンゴは名前はそのままエナサンゴ。このサンゴは特徴が2つほどありまして、先端が若干白っぽく見えております。ところがサンゴのポットの色、逆に茶色っぽく色がついているところには新陳代謝、溶け落ちた髪の毛みたいなもんです。それだけ成長スピードが速いサンゴになるんですね。あともう一つが、他のサンゴに比べると成長のスピードが極端に速いサンゴです。年間12-13センチ、髪の毛と大して変わんないですね。今度はさらに沖を目指してみましょうか。実はこちら、周りに比べると少し深いところを今移動しております。ここだけ深くなってるから水の流れが速いわけ。そのためサンゴの卵が定着しにくい。おかげで深くなっているから一番下までは太陽の光も当たりづらい。本当はね、両サイドには綺麗な場所もあるんですけど、船がそもそも入れません。逆にこの水路はどんどん深くて分かりづらくなってきました。あたりでもすでに10メートルは超えています。今度は帰りの道中になりますね。神楽湾なんですけども、ちょっと横から波が来てますね。すみません、こんな波じゃないぐらい揺れますよ。ちょっと浅いところに入ってきております。浅いと言ってもここでもやっぱ一番浅いところで4メーターぐらいにはなります。あ、美味しい魚いた。なんだこれ、魚めっちゃいるじゃん。めっちゃいるぞこれ。頭の上にうっすら白いラインがある魚が横島黒鯛。このキャッチのめちゃめちゃ美味しい魚ですね。うっすら白いラインが入っているのはキツネアマダイ。こちらはどっちかというと塩焼きとかになるのかな。高い魚、わかるかな。ちょっと白っぽい体、尻尾がね、黄色みがかってるやつが東京で泳いでるんです。これは石垣島の三大高級魚に数えられているアマフエフキと言います。頭の上に角が生えているやつを出すキベンティングワン。これは卵だね。白い砂地の上に結構いますよ。ごめんなさい、夢中になって忘れちゃってましたね。私、仕事、サンゴの紹介でしたね。サンゴ紹介しましょう、怒られちゃう。そしてね、紹介したかったサンゴはこの隣に、あー、今見た、白黒黄色、コショウダがいた。もちろんお刺身でいけるサンゴですね。今サンゴの下隠れてるね。怒られる。サンゴ紹介します。ゆっくり見えてきているのは岩の塊ではございません。実はこれがサンゴ。岩のように見えていたのはサンゴが自分で作り出したもので、神楽湾では一番大きなサンゴになるんです。その骨に埋まっているカレーパンマンの口みたいなやつはお寿司屋さんで使う高級食材、イメージャー公開。ご覧いただいている岩みたいなサンゴが竹富島、その他サンゴ礁で作られている島の基礎になっているんですね。さあ、またどんどん飛び移動しています。湾ができてサンゴ礁が育つには1000年とか2000年、もしくはそれ以上の月日が流れたとされます。1000年2000年の間に神楽湾全部で8本の川が流れるようになったそうです。この川、今でも現存します。この川の水、毎日毎日潮の満ち引き、激潮、これに合わせ湾の中を出たり入ったりするわけです。そうすることで湾内には海から来たコバルトブルーで透明度の高い海の水の多い激潮の時間帯、そして川から来たエメラルドグリーンでサンゴにとっては海水温が低く過ごしやすい川の水の多い激潮の時間帯、これは時間帯自体も毎日変わるわけです。
その結果、湾の中には多種多様な生態系が生まれるようになったと考えられています。湾内でご覧いただけるサンゴの種類が約150種類、全世界のサンゴは約800種類になります。実は結構な数のサンゴを湾内だけでもご覧いただくことは可能なんです。次のポイントで見れる魚、先に申し上げておきたいと思います。基本的には隠れっぱなしですが、なかなか出てこないので見つけるのも実際には大変かもしれないです。何か所かに分かれているので探してみてください。お、黄色と黒、キングオブ熱帯魚、角出しが泳いでましたね。もう見つけちゃった人いるんです。真ん中にもいますよ。あるかな。ニモを探したい場合はまずはイソギンチャクから探してみてください。なかなか出てこないからね。まず見えているこのニモはお母さんです。子供たちがこの中に5匹10匹と隠れてます。で、イソギンチャクをお家にしているわけなんですが、やっぱりね、映画で有名になりました。でも映画のニモって間違えているところがあります。映画のニモ、お父さんと子供が大冒険をしていく映画です。本当のニモ、お父さんと子供は大冒険をしません。ニモっていう魚はこのイソギンチャクの中からそもそも出ることがないです。世代交代までこの中だけで行われるわけです。もう一つ、映画のニモ、かわいそうに冒頭にお母さんが亡くなってしまいます。本当のニモ、万が一お母さんが亡くなっちゃった場合は、なんとお父さんがお母さんにこれ性転換しちゃいます。ご覧いただいているのはニモ、グレークマノミ、そしてね、気づいてると思うんですけれども、ニモの隣に大きな貝、ここですね。正式名称はヒレジャコガイ。目のように見えているところがシャコガイのお尻。これ大きさなんと40センチ。そんな感じには見えないですよね。さあ、そしてすいません、走行している間にすでに時間超えてますね。そろそろ戻ります。それでは今から砂浜に戻ります。海峡はね、決してめちゃめちゃ良かったっていうわけではなかったんですけど、思った以上にね、いろんな魚、もちろんサンゴをですね、紹介することができました。いい思い出に残ればと思います。まもなく船が着岸いたします。あっという間に30分が過ぎてしまった。着岸です。もうちょっとしたら下船です。ただいまスタッフによります安全確保のための係留作業及び下船の準備を進めます。それでは改めまして、本日1時間案内になりました。皆様どうもありがとうございました。降ります。ゆっくり降りよう。セッタが使える。よし、降りた。降りました。打ち寄せる波が心地よい。ちょっと叫んでいいですか。カビラマンサンキュー。30分間のグラスボート体験終わりました。楽しんでいただけましたか。ぜひこの旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。